セブ島にロングステイするなら知っておきたい注意点と生活費。ご近所の南国セブ島にロングステイするなら快適に楽しく過ごしたい。フィリピンはリタイアメントビザや永住権のような長期滞在ビザを取らなくても現地滞在を延長しながらロングステイが可能な数少ない一国の一つ。とは言ってもセブは外国、知っておきたい注意点もあるし、ホテルなど滞在場所の選び方にもコツがある。セブ島にロングステイするなら現地在住者として知っておきたいことがある。マニラよりも狭い分日本人との遭遇率が高いこと。海外で日本人と会いたくないあなたにはマイナス。渋滞と排気ガスがひどくなっていること。日本からマスクは必ず持参しよう。そしてビーチリゾートのイメージが強くても、ここはフィリピン。街はやはり汚いし、野良犬があちこちにうろうろしている。ナイトライフでは日本人の逮捕者も出ている。未成年のフィリピナーとの現地警察のセットアップだ。セブシティでは HIV が蔓延しているので、あちこちにいるコールガールには注意しよう。また現地人で日本語の上手な人やフィリピン語を話す現地に溶け込んだ日本人と不用意に知り合いにならないこと。日本人を騙そうと近づいてくることがこのセブでもたまにある。特に食事は観光客価格のお店も多く、生活費はマニラ以上になるケースがあること。特に木炭島はマッサージも高い。そもそもここは日本語で話しかけているフィリピン人が鬱陶しい。セブシティ近郊には綺麗な海はなく、イメージ通りのビーチに行くには車で数時間離れる必要がある。それでもセブのロングステイには魅力がある。セブボットのようなサイトと日本人向けの情報が充実しているのがロングステイ希望者には安心。これはセブには限らないが、日本人が多く支援したりロングステイしている場所には日本人向けのサービスや情報が多く出回っている。インターネットさえ使いこなせればほとんど困ることがない。語学習得に向けているのもセブでのロングステイの魅力。ここには日本人向けの安価な語学学校がひしめいている。欧米に比べて半分以下の費用、しかもアメリカ人も認めるほど英語を使いこなすフィリピン人から、時間を気にせずマンツーマンでじっくり集中して英語を学べる。日本から4時間という近さ、またアジア三大リゾートで世界有数の海を楽しめるのもいい。セブ島のロングステイにおすすめのホテルは、このセブの場合コンドミニアムやホテルの選択肢がマニラより実は狭く、大して良くないのに意外と高いホテルが多い。ロングステイとなるとたまに観光で行くのと異なり、ある程度コストパフォーマンスを考えるだろう。そんなあなたにおすすめできるのは、日本人が少なく比較的安全なアップタウンキャピトルにあるメイフラワーイン。オーストラリアがオーナーで欧米人にも人気。近くにレストランやマッサージ店もあるし、アイラホテルにはタクシーですぐ。安い分人気なので早めの予約をおすすめする。もしロングステイ中に自炊がしたくてキッチンが必要なら、エアビーはセブにも日本人がやってるリスティングがある。物件によってはホテルよりもずっと安いのでうまく活用しよう。セブ島ロングステイ、1ヶ月の生活費はどれぐらい？普通に暮らしていればセブ島でのロングステイは月7万円以下。これには旅行や夜遊び代は含まれていない。例えばメンフラワーインならフリー Wi-Fi や水道光熱費込みで月4万円しないので、家賃はかなり抑えられる。食費はローカルレストランもたまに使うなら1万5000円以下。30日を超えて滞在するなら滞在延長費用が8000円ほど。交通費はタクシーが初乗りで100円。どれだけ出かけるかにもよる。マッサージは全身で1時間400円程度。外出時の通信費もスマートのパッケージなどを使えば1200円程度。セブ島とマニラ、ロングステイ先としての比較。まず治安という点では、マクタンやセブシティなど外国人が多い地域については特別神経質になることはない。これはマニラで言えばマカティや BGC あたりが該当する。フィリピンの治安については誤解が多いが、フィリピンやボポールのような観光地に関してはフィリピン政府が
5% の特別の場所として治安維持に注力している。外国人が多い場所で犯罪が多発するとなればフィリピンのイメージは軒並み下がるので、雰囲気としては大都会のマニラよりもセブはのんびりしていて人柄も穏やかな人が多い。マニラは東京のように様々な人が集まっているので、セブのように純粋な人ばかりではない。日本から直行便がある国際空港から都市が近いのはセブ、マニラともに同じ。セブがいいのは空港のあるマクタにもビーチリゾートが豊富にあること。もちろん公共の海水浴場ではないが、食事に関してもどちらも和食やイタリアンなど幅広く楽しめる。ショッピングモールに入っているレストランについてはマニラの方がややレベルが高い。ロングステイをするなら気になる自然災害、台風の影響はセブの方が小さい。実際関西が起きる割合もマニラよりも減る。フィリピンはもともと日本や台湾ほど地震が多くはないが、セブやボポールの前は他の島々に周囲を城壁のように囲まれていて、万が一の時にも巨大な波から避けられる。セブといえばリゾートと都会のバランスの良さも魅力。日本からの直行便があってアクセスが良く、空港の近くにリゾートがある。東南アジアの中でも透明度の高い海水と真っ白な砂浜のリゾートが多いのがフィリピンの魅力だが、セブならシティライフ、ナイトライフ同時に楽しめる。セブ島にロングステイするなら足を伸ばしたい場所。あなたはこれからポカライ、セブやパラマンを超えると言われるフィリピンのリゾートをご存知だろうか。次の東南アジアのリゾートについて政府関係者もはじめフィリピンの仲間の誰に聞いてもこれからポボールだと口を揃える。それは日本の三菱商事も ODA として入っているパングラオとポボールの左端の国際空港が大きい。ここにあるアロナビーチ沿いのリゾートホテル、このコテージに投資したのもこれから発展が見込まれるのが理由。セブでは空港ができ開発が進んだことによってすでに地価が7000万円値上がりした場所さえある。さすがにここまでは期待していないが、このパングラオ島から近いナザビランはまだまだ面白みのない道だが、これから開発が進み外国人の移住が増えていることも目に見えている。実際に現地に行くたびに道路がどんどん舗装されて開発が進んでいる模様。海外の日本と違っていいのはいけつなく自然環境が破壊されていかないこと、日本だらけのセンスのない街にならないこと。数年後に街やリゾートがどんな展開を向けているのか今から楽しみだ。まとめ、セブ島にロングステイする前の短期滞在を推奨。フィリピンはハマる人も多いが、特に女性だとダメな人にはダメな場所。いきなり長期滞在するのは避け、短い滞在で合うかどうか判断しよう。2週間ほどの滞在でも十分だろう。セブが気に入ったらあなた自身がロングステイするために自分でコンドミニアムを持つのもいいし、日本にいる間は投資用として賃貸するのも一つ。コンドミニアムをセブに欲しいです。ダイビングガイアイの天村さんが本気でそんなことを言い出した。彼自身はセブ近くのボール、パングラオ島にコンドミニアムを持っているが、周りにはセブに不動産を持つ日本人が少なくない。ただ投資用として持った場合怖いのはやはり空き家のリスク。海外投資が魅力だとしても偏僻な場所に物件を持とうならインカミングインを得られず返済に窮することになる。フィリピンは東南アジア諸国のように不動産価格の異常な高騰を免れ、コンドミニアム投資でも可能性が残っている国。首都マニラのように幅広い選択肢はないものの、セブ特有の魅力とメリットがある。国内平均水準を上回る急成長。まずはセブが世界的な BPO の産業拠点になっていることと、フィリピン全体の平均6-7%を超える 10% の経済成長を遂げていること。雇用や投資需要の増加に伴い長期滞在者が増えていることが予想される。俺自身は IT パークの近くに住んでいたが、この場所にいるとまさに成長の勢いと風景を感じることができる。人口増加、こちらも人口増加率 3% とフィリピン全体の 1.9% に対して人の流入が激しいセブ。セブにコンドミニアムを持つことで日本人を含め移住希望者の需要に応えることができ、物件の場所と質を選べば安定した
インカムゲインを取得も可能に。2050年には今の東京の半分以上の人口になると予想する人もいるほど。人混みが嫌いな俺はその頃は違う場所にいる予定が高いが、アジア屈指のリゾート、アジア三大リゾートとしてセブは欧米人はもちろん、すでに日本人にも有名、また韓国人をはじめ長期滞在で英会話を学ぼうと各国から人が集まっており、コンドミニアムの需要はさらに増えると予想できる。もしあなたがセブに物件を持つなら、それを長期的に保有して相場の安定した家賃収入を得ていくことをお勧めしたい。さっきも語ったようにセブはまだまだ成長の伸びしろがある場所なので、